やだ。こんにちは、広島県出身22歳のふっぴこと藤本ふうかです。こんばんは、やっほー。今日は公演があるので、それより前にちょっとやりたいと思います。ハートありがとうございます。ヤッホーだって、ヤッホー。今日はね、5時半からチーム K2 の公演があって、こっちゃんさんの卒業公演見ないとなので、ちょっと早めに1時間ぐらいやってこうかなって思います。まあ夜もできたらやりたいけど、わからないので。やっほー、こんにちは。お昼なんですけど こんにちは、ありがとうございます。Thank you, thank you。 ハートもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。領域展開だって、やばい、やばい、やばい。領域展開されたら死んじゃうからやめてください。領域展開しないでください。領域展開したら死ぬのです。さ、私は呪術を持っていないのでやめてください。ピさん、小園選手おめでとうね。小園選手おめでとうですね。呪術廻戦全部ね、今出てるやつ見終わりました。16話までって思ってたんですけど、15話まででした。勘違いしてた。ずっとずっと16話までですって、この前言ってて、16話まで全部見たいですって言ってたんですけど、16話なかった。15話まででした。そう、15話までしかなくて、なんか鬼滅、まあ終わらないじゃないですか。呪術廻戦は終わるのかなって思ったんだけれども、終わらなかったです。終わらなかった。15話で、でなんか見てみたら毎週配信って書いてあったんだけど、いつ配信されるのか、次が毎週何曜日に配信とかは書いてなかったので、毎週配信とは書いてあったけど、なんか何曜日に配信とは書いてなかったの。次が気になりますね。今はなんていうの、交流会のも出てる分はもう15話まで全部見切りましたんですけど、気になりますね、続きが。毎週何曜日に配信されるんだろう。ネットフリックスとか違うのかもしれないけど、とりあえず続きが気になります。呪術誰が好きですか。好きなキャラクターはいる。好きなキャラクターは五条先生が好きです。でも初見の人ありがとうございます。でもね、だけ、そう、名前がね全然覚えられないんですけどね、あの交流会の時に、京都校のね、誰だっけ、京都校のめちゃめちゃ強い人で、誰だっけ、やばい、名前が一切覚えられない。調べよう。名前調べるね。調べます。名前が全然覚えられないんですよ。
ジャンプ派なので少し未来を生きております。え、ジャンプってそんな早いんだ、進むの。呪術廻戦、呪術廻戦もね、超男、誰だっけな名前がね全然わからないんですよね。あの強い人誰だっけ、強い人強い人強い人よ。これからどうなるんだろうか気になる。まだ完結してないんですかね、アニメでも。アニメでも完結してない。伏黒さんは仲間かな。伏黒さん誰だ、誰だっけな。あ、もう全然漢字だらけで、ミカの人じゃない、誰だろうな。すごい気になる気になる気になる。そう、アイドルが好きな人誰だっけ、名前がパッと。あ、アニメ15話まで見たってことは最新話だから次は金曜日、あ、毎週金曜日にあれなんですね。教えてくれてありがとうございます。そう、今ねその話をしてて、その毎週更新される、その何曜日に更新されるんだろうっていうのが分かんなかったから、金曜日、明日か、明後日、はい、だってはい、金曜か。やばい、漢字で書いてるけど、なんとかなんとかなんとか先輩、誰だろう。わかんないよ。何先輩、あ、東堂先輩、金曜の深夜1時25分、あ、そういうことか、テレビでやってからっていうことか。東堂先輩テレビでやってからネットフリックスってことか。じゃあ金曜日だ、え、気になる、気になりますね。仕事中につき挨拶だけで失礼しました、ありがとう。あ、東堂先輩、そう、東堂先輩ね、まだ15話のところではあんまなんかいい感じの雰囲気ではないけどね、可愛いから好きです。そう、アイドルが好きなんですよね、面白かった小悪に行くんだって言ってましたねアニメで小悪っていう言葉出てくるんだって思いましたこんにちは、こんにちは。東堂先輩はなかなかしっかりアイドルファンですね。高田ちゃんの出ているテレビはリアタイと録画両方見るって怒ってました録画だけじゃ嫌だって、リアタイもして録画も両方見ないと嫌だって怒って喧嘩してましたね。東堂先輩の声ジャイアント、一色聞こえない、すごいね。
ハートありがとうございます。東堂さんが握手に来たらビビらないです。だって知らないもんね、アイドル側からしたら。でも一押しはく九条先輩みたいな人です。五条先生。さん、鬼滅の刃、鬼滅の刃のね、まだ最終話まで見てないんですよね。映画の一本前、配信されてるやつは最後まで見たんですけど、炭治郎が好きですね。なかなか主人公を好きになることないんですけど、JKT48 ファンズ &SKE48 ファンズだった。センキュー。あ、ハートたくさんありがとうございます。なんか東堂先輩はなんか、あ、ハート100個ありがとうございます。東堂先輩は高田ちゃんの個別握手会に行ってなんかビームしてくださいみたいなの言ってましたね。すごい個別握手会を小枠を取っていました。東堂先輩は、東堂先輩かわいい、友達になりたい。無惨、鬼仏寺無惨さんは好きじゃないよ。怖い、あの人は怖いです。鬼滅だと一番炭治郎が好き、優しいから。禰豆子も好き。でもまだ多分ね、そんなに、サブスクリプションっていうのかな、サブスクで放送されている回は全部じゃないから、なんか最後らへんなんですよね、すごくあれが出てくるのが。なんか登場人物、柱が出てくる皆さんが結構最後らへんなんですよ。だから多分もっといろんな性格とかキャラクターとかが出てくるのは映画とか見に行かないとわからないと思うんで、まだそんなにね、わかんない。今流行りのアニメ全部見切っちゃったんですけど、なんか他にありますか？でもネットフリックスで一番なんだろうな、おすすめのアニメみたいなやつは1位が進撃の巨人ってなってたんですけど、みんなありますか？鬼滅と呪術廻戦両方見たんですけど、なんかおすすめのあったら教えてください。ハートたくさんありがとうございます。ラブラブラブ。禰豆子衣装使えるんです。そう、それも禰豆子と T シャツ、生誕 T シャツが2日あると思うんですけど、それもショールームの投票で決めまして、そう、理由があって、なんか1日は握手の会場が幕張とスカイキスポでやるんですけど、スカイキスポだけだと幕張しか来れない人がコスプレ見れないから、幕張と愛知で1回ずつやって、片方にの会場しか来れない人のために同じ格好を2回する時があります。そう、生誕ティーは誕生日のお祝いだから、関東の人とか幕張にしか来れない人が見れないよっていう意見があったので、じゃあ同じ服を2回着ようっていうことになりました。で、いきなり会議でよくわからん。会議そうそうそう、なんかね、おすすめなのがあったら教えてほしいですね。でも最近もうずっとね、画面をこう見てるからめちゃくちゃ肩が凝りますね。でも私、一回見出したらもう終わるまで、なんかそれがノルマみたいになって、見切っちゃいたくなるんですよね、全部。また今度で一回続きっていうよりも、できるだけ最速で全部見切りたいっていうのがあったので、そう、鬼滅もそうだけど、呪術廻戦も鬼滅も見ようって思ったら
3日4日で全部見まくりました。もうとにかく空き時間を全部アニメ見るみたいな感じでね。そうそうそう、鬼滅とかも本当にイベントの合間時間とか仕事の合間時間とか全部見てたりして、なるべく最速で最後まで追いつこうと思ってね。そうそう、でもあんまり1話が長いアニメだと見ようっていう気が起こらないので、アニメじゃなくてもいいんですけど、なんかもしおすすめの映像系があったらちょっと教えてください。今1位は進撃の巨人になってたけれども、進撃の巨人はどうだろう、面白いかな。進撃の巨人はどうかな、どうかな。1位だけどもね、なんか他におすすめあったら教えてください。今日は水曜日だから木金、明日我慢したら明後日呪術廻戦の最新話が見れる。初見の人ありがとう。カープってカープです。名探偵コナン、名探偵コナンはめちゃめちゃ追いつけないよね。もうすごいよね。野々垣さんはソードアートオンライン、ソードアートオンラインってなんだろう、ソードアートオンライン初めて聞いたな。それはどんなのが、どんなのでもいいですね。ほっこりするアニメがあったらそれには勝らないですけど、流行ってるやつとかなんかおすすめとかあったら教えてほしい。アニメでもいいし、ドラマでもいいし、映画でも何でもいいので気になります。えなちゃんは愛の不時着、愛の不時着韓国ドラマか。1話でも1時間半ぐらいありますよね。うん、1時間半か。なんかこう、なんだろうね、なんて言ったらいいんだろう、なんだろうね、最近のおすすめとかだとなんだろうね、その昔からずっとないやつがいいかな。ハイキューね、そう見てたんですよ、中高見てて。でもどんどんこう大学になってハイキュー見なくなって、高校までは見てたんですけど大学になって見てなかったので、最初の方は多分話を知ってるんですけど、どこからどこまではハイキュー見て、どこから見てないのかが分かんなくなっちゃったから、また1話から見ようかなって思うけど、1話多分どっから見たらいいかな。そうですね、五条先生にはハマってね、五条先生にめっちゃハマってるよ。一番好き、推しです。悪玉ドライブランキングが1位のサイト、なんだろう、わかんないな。五条先生かっこよすぎ。何がいいかな。ほっこりはのんのん日和、ほっこりすぎ。え、そうなんだ、見れるかな、ネットフリックス。気になる。アニメじゃなくてもいいけども。早かったな、呪術廻戦見終わるまで。また領域展開された、やばい。領域展開しないで、領域展開したら死ぬよ。あ、すごい、なるほどね。
本当だ、少女、少女、可愛い少女がいっぱい出てますね。どういう話なんだろう。かわいい、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 気になるね。ハートありがとうございます。たくさんハートありがとうございます。ついていけてないレベルジュースそう、ぜひね見てみて。なんかのんのん日和っていうねアニメが面白いんだって。働く細胞見たことある。さんが今まで見たことあるアニメはなんだろうな。今までねちゃんと見たのは、ハイキューメジャー、あとはなんだろうな、ゾロリが漫画になるのかわかんないけど。ハートたくさんありがとうございます。そうゾロリとハイキューとラブライブ好きだったんですよ。ずっとシャンシャンやってた高校中高の頃。アニメも楽しかったし、あとなんかアプリでもあるラブライブっていうなんか女の子がアイドル、女の子のアイドルをなんか応援するゲームみたいなのがあって、なんかこう輪っかみたいなのが落ちてきてずっとこうやってチャ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 ってるんですけどそのゲームとか見てました。でもラブライブサンシャインかな、なんかミューズからアクアになった時はちょっと分からなくなっちゃったんですけど、ハートたくさんありがとうございます。 AKB の人たちはヒロアカいつも歌ってる。え、そうなの。昨日のハイキューは誰を、ハイキューはね、ハイキューは誰だろうな、ね影山最初に好きだったんだけど、次にダメだ、もうね名前という名前がね一個も思い出せないのよ。猫魔のエースの人が好きだった。あ、及川さん、及川さんが好きでしたね。ハートありがとうございます。ハートハートありがとう。ハートは目隠し開いております。あなたの予約をお待ちしています。あ、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。今なら目隠し。漫画って泉さん、そうかな。でも配給好きな人たくさんいらっしゃると思いますね。私はバレーボール部だったのでバレーボール部だったのでなんとなく見ていました。ずっとタッチ、タッチは見たことなかったですね。そう見たことなかったんですけれども、そうなんですよ、見たことなかったんですけれどもね。心を込めてハート500個ありがとうございます。パプリカ花が咲いたよ。名前呼んであげられないのが本当に申し訳ないですね。もう一個は人気立ちだよ。青葉、あ、そうだ、青葉城西だ、ダメだ、猫間は先生のいるところだ、ダメですね。フサンはね、鬼滅もそうだったんですけどね、人の名前を本当に覚えられないんですね。アニメの漫画のね、
鬼滅の刃も全部見終わってようやくみんなが言うので知りましたね。炭治郎とか伊之助とかね、アニメ見てる途中にね、誰が好きって言われても一切答えられなかった。名前が覚えられないんですよ登場人物がいろいろ出すぎて。みんなすごいよね、パッとさ誰とか言えるのすごいなって思うけど、私ちょっと覚えられないですね。みんなすごい。ハートありがとう、もうありがとう。福山で見てますだって。福山いいですね。だるまさんありがとうございます。呪術を飛び飛びで見て飛び飛びはダメですあ、だるまさんありがとうございます。呪術飛び飛びはちゃんと見てくださいね。ファンの名前も苦手だって。ファンの方の名前めっちゃ覚えるんですよ。よくファンの方にびっくりされる。だからあれ覚えてるのって、もう覚えてるのって聞かれる。だるま100個だるま祭りありがとうございます。ハートもだるまもありがとうございます。あー、配給は登場人物多すぎです。配給はもう多いですね。でも何のアニメも覚えられないんです。今日はアフさんやばいです。今日はお昼ご飯にパスタを食べたんですけど、めっちゃ胃もたれしてます。カープ選手の名前出てくる。そうですね、なんだろうね、こうアニメに出てくる方ってちょっと難しかったり漢字だったりするから、なんか覚えられない。テロップ声出して読もうとしたら下噛んじゃった。いや私ね、この呪術廻戦っていうテロップを打つときに漢字で出したかったんですよ。漢字で呪術廻戦って打ちたかったんですけど、なんか出てこなくて、一回なんか何予測変換、ひらがなで呪術廻戦って打って、予測変換でか漢字にこうパンって一発で変換されるかなって思ってたんですが、されないんですよね。それでなんかどういう漢字だったかなってこう頭の中で思い出そうとしたんですけど、なんか呪術廻戦のアニメのさ、なんか文字ってさ、なんかちゃんと呪術廻戦ってなってないじゃないですか。なんかくにゃくにゃってなってるから文字が思い出せなくてひらがなになってしまいました。ハート500個ありがとうございます。今期にもバレーボールのアニメあるね。あー漢字が読めない。なんとか高校男子バレー部ってやつ見たことないけど、へえ見てみよう。しめじは変換される。さんしめじ入れてないんですよね。ハートありがとうございます。もうありがとう。呪術散歩呪術だよ。何見ようかな。何見ようかな次は。でも私んちも面白いからみんな見て、ぜひ。面白いよ私んち。何見ようかな次は。なんかファンの人と一緒になんかアニメ見たいな。それで感想を言い合いたいショールームなどで、このアニメのここ良かったよねってみんなで一緒のをなんか見たい。一個ドラマでもいいけど、アニメでもいいし、ドラマでもいいけど、なんか一個決めてさ、
みんなで見てさ語り合いたいね。映像系、映像でもなくても何でもいいけど、 何かね。こんにちは、アニメや漫画がお好きなんですか。なんか最近ハマりましたね、そういうの。ふーちゃん会いたいです。ふーちゃんも皆さんに会いたいです。ふさんこんにちは。こんにちは、ゆっぴこんちゃす。こんちゃす。こういう絵文字使う人多い、こういうやつ。ふさん大好き、この絵文字。皆さんに聞いたら年代で割れるし、そうかな。推し武道館ってオタクアニメ、見てみよう。なんかみんなで一個、なんか普通のドラマとかでもいいけど、今ドラマなんかあるかな。ドラマ、ドラマもなんかいいよね。一時キャさんと一緒のねドラマをずっと見てて感想を言い合ったりしたんですよ。そう、そう、シーズンだったらカープの試合。そうでもね、カープはね別に応援してない人もいるからね。ハートありがとうございます。ちっちゃいハートと中ぐらい入ったと大きいハートをあげます。こんにちは、こんにちは。ふーちゃんはどんな少女漫画アニメ見てたのかな。少女漫画アニメは見てなかったです。何か決めてみるから、みんな。じゃあ呪術廻戦見てたら、呪術廻戦見てなかったら見てください。少女漫画はちっちゃい時何見てたかな。チャオを見る年代だったので、めちゃモテ委員長とか見てましたね。広島のアニメも、広島のアニメもあるね。広島が舞台になってるアニメ結構多いです。結構多いですよ。浜辺美波ちゃんの、なんだっけ、うちの娘は彼氏ができないだって、だっけ。見てないな。面白いですか。鬼滅がシーズン2始まるんだっけ。そうなんですか。なんだって。見るもねポン見てた。見るまでパン。チャオはとっても読んでました。本当に読んでた。チャオはねおまけがいいんですよ。そう、おまけがいいのでおまけをよく好きでしたね。そう、付録も面白かったんですがね。今何のドラマやってるかな。現時点で浜辺美波さんのドラマ見ようかな。ついていけるかな。今何話まで進んだんだろうか。何か見逃し配信みたいなので1話から見れるやつありますかね。もう見れないかな、最新のやつしか。1話から見れる何かがあればいいのですが、なかったら途中からにしかなりませんね。まだかな、まだかな、わかんないよ。何、コードブルーかな。いやいや、星になるんだ。なんで星になっちゃうんだ。
コードブルーは見たことあるよ、全部見たよ。新垣結衣さんがとても可愛いです。ゆるキャンとか冬っぴの雰囲気に待ってて、ゆるキャン何それ、ゆるキャン調べるね。ゆっぴり世代ぐらいのチャオに美容師の漫画、はあ、覚えてないなあ。もうねえ、かわいいね。これもキャンプ好きな女の子、キャンプ好きにおすすめしたいゆるキャンだって。うん、かわいい。かわいい、かわいい。ゆるキャン三角っていう名前、三角までが名前なのか。ゆるキャンドラマにもなってます。恋愛ドラマ見てキュンキュンしてた時代が懐かしい。確かに。映画化もされたママレードボーイ、ママレードボーイ知ってる気がするけどね。どうだろう。あんまり詳しくないかもしれないですね。僕はまだスクナの指食べてます。怖い怖い、やだ。じゃあイタドリってことですか、あなたは。怖い。指を食べちゃダメです、人の指を食べちゃダメですよ。ハートありがとうございます。刑事ドラマ好きですか。わかんない、あんま見ないかもしれないですね。水の呼吸風の方、すごい。乃木坂だ。乃木坂さん好きなの、 STU も好きなの、さんと一緒だね。ハート1000個投げて、ああありがとうございます。大きいハート。ありがとうございます。非常に、こんにちは、こんにちは。岡山の奇跡、岡山の奇跡。また名前が出てこないぞ。岡山の奇跡は、あの女優さん、岡山の奇跡は誰かな、あの女優さんなのは分かるんだけど名前が出てこないです。岡山の奇跡、誰だっけ、誰だっけ、名前が出てこない、わかるんだけど女優さん誰だっけ。ダメだダメだ、全然出てこない、名前が。歳かな、調べよう。誰だっけ、岡山の奇跡は桜井日奈子さんですね。桜井日奈子さんは岡山の奇跡って言われてましたね。そうそう、桜井日奈子さんです。あ、年下だと思ってたら一個上の方でした。そう、顔は顔は出てくるの、顔は出てくるんだけど、名前が出てこないんです。
桜日奈子さんは最初出てきた時に岡山の奇跡と言われておりましたね。そう、そう、かわいい。そうなんですよ。もうなんかね、なんかね、名前は出てこないんですけど顔は出てくるんですよ。だから本当に分かってたってね思う方もねいらっしゃると思うんですけど、本当に顔は出てきてるんですよだけど名前が本当に出てこないです。岡山テレ東あるし、かなりアニメ浸透編。え、そうなんだ。広島はテレビ東京さん映らないですね。足立みつる先生の作品は知ってますか？足立みつる先生の作品なんだっけ、わからない詳しくないです。この前鶏肉って何の肉のクイズ番組にその質問あったな。なんかその作品なんだっけな、悟空が出てくるアニメってなんだドラゴンボール、違うかな、違うかもしれない詳しくない。ソーダさんは正解してた気がする。足立みつる先生はタッチの正解者、あ、正解者じゃないや、タッチの作者でした。あ、ドラゴンボールも、ドラゴンボールもそうか。え、ドラゴンボールは鳥山明さん。ダメだ、全然わからない、詳しくない。いいですね。ドラゴンボールは鳥山明さん。なるほど、いつもカープが気になります。カープが気になりますね。やばい、本当に本当にやだ。とってもね、胃もたれがやばいです。もう今日夜ご飯いらないです。パスタ嫌いになりそう。え、なんで、なんかねパスタ食べるとね胃もたれするんですよ、たまに。なんでだろう、絶対そうなるの。いやだ、カープ女子ですか。カープ女子です。うんハートありがとうございます。そうなんですよね。今日夜ご飯いいや、もういいや。ヨーグルト食べる、食べて終わりにする。なんでだなんでだなんでだよ。ハートたくさんありがとうございますね。困っちゃうわ、困っちゃうわね。ヨーグルト食べたい。ヨーグルトはね、またね、だってバイバイ。あとちょっとしたら終わろうかな。あとね1時間したらね血痛公演が始まります。今日はこっちゃんさんの卒業公演なんですよ。なんか血痛にでね、卒業公演は2回目なんですよ、今月。そうだから見なくちゃいけません。ハートたくさんありがとうございます、本当に。そ
今日は卒業公演なので、公演がいつもは6時半に始まるんですけど、最近は6時に始まって、今日はさらに早い5時半から始まります。こんばんは。だってこんばんは。またふえちゃんとこ来ますね。わかった、待ってます。ハート1000個ありがとうございます。こっちゃんと話したことありますよ。この前も、この前っていうかね、この卒業公演より3回前の公演かな、に一緒に出て写真も撮っていただいたりしました。K2 頑張って、ありがとう。寝ます、楽しかった。またね、バイバイ、おやすみなさい。そうです、この間はナルピーさんの卒業公演があったので、今日はこっちゃんさんの卒業公演なんです。立ち会えないの辛い。そうですよね、立ち会えないのは辛いですけど、でも本当にね、ずっと、いつかな、卒業発表してからもうだいぶ立っちゃってるのでね、なんかそうですね、今日になりましたね。他のチームの D2 のメンバー、そう、今日はあゆかさんのお誕生日です。あゆかぴょんさんのお誕生日、しかも今日はあゆかぴょんさんと菅原さんが出ます。 K2 の公演に、それもレアです。なかなかこういう機会じゃないと他のチームの方が出ることないと思うんですけど、そう、今日は出ますね。今日出ます。あかぴょんさんはとっても優しいです。あかぴょんさんは何歳かな、今日はまだまだ若いですよねなんであんなしっかりされてるんだろうと思います。パチパチパチ、そう、パチパチパチなんですよ。言い忘れてましたが、ママレードボーイはアニメと漫画で違うエピソードがあります。へえ、こんにちは、こんにちは。今日はだからパッションフォーユーと、大富豪とか、あとアイドルデイズとか、全部そういうゲームのもろもろのゲームちゃんとログインして、皆さんハッピーバースデーカードもらっといかないとですね。今日で17歳か。ああ、お若い。今まで16歳だったんだ。すごい。信じられない。信じられないしっかりのされ方。しっかりのされ方がもう、すごいことになってますね。すごいな。16歳で副リーダーやって。17歳に今日なってすごい、なんかもうお姉さんみたいな感じですね。私はなんかいつもなんかすごいお姉さんみたいで優しいです。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。そう、半ぐらいになったら終わろうかな。半までやろう。じゃ16時半になったら終わろうと思います。そうです、なので皆さんぜひデッキじゃないや、カードゲットしてくださいね。誕生日カードはなんかその期間が切れるまではとても
強いです。ニコ生の非公式、そうニコニコ、ニコニコのね新しいスキーの番組が始まるんですよ。非公式チャンネルっていう、なんかよくわからないんですけど非公式らしいです。ニコニコ生放送の非公式チャンネルっていうのも始まるらしいです。公式だけど非公式っていうお名前らしいです。それもねチェックしてください。DTV チャンネル05、そう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 、見れます見れます。過去のゼロポジとかはそれこそパラビとかでも見れます、見れます。 DTV は平均見れます。さん出てる。またね、この前のシーズンはさ、それが終わった後にテレビ放送とかもあったので、またテレビで地上波でね放送されたらもっと嬉しいなって思うんですけどね、思うんですけどね。昨日ボンバーイン見た。ふさん趣味に音楽鑑賞とありますが、よく聞くアーティストは誰ですか？アイドルですね、よく聞くのは。48グループ全部と坂道グループ全部です。あとは世界の終わりが好きです。バンド系もよく聞きますね。自分もボンバーイ見ましたよって。おー、さんも見たよ。何時だったかな。そう、来週もあるらしいです。すごい、こよちフラグ踊ってるところすごかった。衣装も全員揃うとああいう衣装なんだって思いましたね。さん着たことないから分かんなかったけど、すごい、多分ここのなんかあの腕のところになんか旗みたいになってますね。多分あれはコヨーチフラグだから、多分フラグというか旗みたいになってるのかなって思いました。なんかこの腕のところにピロピロがついてたと思うんですけど、多分あれは旗を表されているんじゃないかなって思いました。なんかいろんな色がありましたね。黄色と水色と、黄色じゃない、オレンジかな、オレンジ水色、青と、もう一色ピンクかな、違ったかな、 何色かありましたね。え、絶対そうだよ、絶対ここのねあの腕絶対旗になってると思った。違うかな。私は見ててそう思ったんだけど、多分こよちフラグだから旗にしたん、旗なんだろうなって思いながらデザイン見てたんですけど、違ったらごめんなさい。くさんの予想です。予想でしかないんですけど、多分そうかなって思いました。あ、こんにちは、ふゆかちゃんだって。こんにちは、ありがとうございます。くさんも出てほしいな。くさんも出れるように頑張りたいですね。来週もジュリナさんのスペシャルらしいです。来週は何曜日、昨日は今日水曜日、火曜日になったので、来週の火曜日にまた放送されますね。ボンバーイ。
ボンバイは毎週火曜日です。ってことは来週のあれですよね、なんか松井樹里奈さんのなんか SKE の思い出の曲ランキングみたいなので、まだ1位が発表されてないんですよね。昨日は3位と2位と紅葉地フラグが流れたので、来週は1位が流れそうですね。なんかの曲を1位の曲を披露する気がするな、する気がするっていうか絶対するよね多分ね。頑張る。ふさんもロキポカコ、あ、ボンバーイーさんのYouTube チャンネルは昨日はテレビサイズだったのかな、こういうチフラグだけどフルで載ってるよ。ボンバーイーさんの YouTube、 ボンバーイーって調べたら公式の、 あのチャンネルがあるんですけど、それに SKE の昨日のパフォーマンスのフルサイズの楽曲披露が載ってます。昨日はあのあれだったんですけど、昨日はテレビサイズだったんですけど、最初から最後まで MV と同じサイズの、最初から最後までのフルサイズは YouTube に載ってるから見れるよ。ふゆちゃんの好きな先輩は誰かね。ふゆちゃんの好きな先輩はそうだ、サリナ先輩だよ。ふさんの予想、でもふさんの予想ね、あのジュリナさんの思い出の曲ね、1位ね、やっぱパレオはエメラルドだと思ってたんですよ。そしたらね2位だったから、1位なんだろうね、なんだろう、ジュリナさんの1位の思い出なんだろうね、なんだろう、デビュー曲も入ってましたしね。でもそれが1位が紅葉地フラグだと思ってたんですよ。強き者よ3位でした。で2位が、パレオだったんですよ。で1位があの卒業の曲だから紅葉地フラグかなって思ったら違ったので、1位なんだろうな、1位なんだろう、ジュリナさんの思い出の曲1位ピンヒールかな、違いますかね、みんなで踊る曲かな、なんだろう、なんだろうな、ちょっと予想がつかないですね。あ、そうだ、3位が片思いか、片思いファイナリー、片思いファイナリー強き者よか、1位なんだろうな、ボンバーイ録画で見ましたって、素晴らしい。いや1位がね分かんない、恋落ちフラグかなって思っても違った、パレオはランキングが分かんない、あれもう終わったのかな、1位発表されたのかな昨日、パレオ片思いファイナリー恋落ちフラグ、3位が片思いファイナリー、2位が強き者よ、1位がパレオ、あれあれでもあれあれあれ、2位がパレオ、楽曲の披露した曲数とランキングの数が合ってないな、もしかして1位出たのかもしれない。3位はデビュー曲、3位が片思いファイナリー、あ、強き者平均だ、平均だ、忘れちゃったけど多分1位は何だろうな、
うん忘れちゃいましたけど、まあでも来週もあるので見ましょうみんなでそうだ、強き者のようは平均ですね、平均の楽曲披露だ。ということでちょっと4時半になったので終わろうかな。あと1時間したら、あと1時間したらチーム K2 のごっちゃんさんの卒業公演があるので皆さん見てくださいね。さんも見るので皆さんも見てください。あと1時間で開演します、あと1時間で開演しますのでぜひ皆さん見てくださいね。ありがとうございます。じゃあありがとうございます、こちらこそ。はい、そう、その時間ショールームやらないふさんも見ますのでみんなで見ましょう。今月2回目の卒業公演なので、ということで皆さんありがとうございました。楽しかったです。呪術も語れるぐらいぜひぜひ、はい、ありがとうございます。ふさんだってありがとうございます。楽しかったです。ハートやギフトもたくさんありがとうございました。楽しかったです。じゃあ K2 を見ましょう皆さん。バイバーイ。